同じ魔別も99体集めたとき、ラックで落ちるのは2つ。しかも確定になります。先日僕はウルトロンを運極にすることができました。しかしそれではスピードに勝つことはできません。では僕はどうしたらいいだろうか。そうだ、ブラスト属性を運極にしてしまえばいいのです。そして今回ついにそれができました。今月やってきていたのはグリーンゴブリンです。確かに弱いかもしれません。しかし運極だったらそんなの関係ありません。あとはプレイヤーの腕次第です。僕はウルトロンを使って彼を運極にすることに成功しました。もちろん彼女の協力があってこそですが、しかしそれも長い道のりでした。彼女は運極ではないのです。落とすのはほとんど僕のラックだけ。そんな中1日10個、これをノルマに頑張ってきました。おかげで僕のエナジー貯金は一気に減ってしまいました。しかしその成果はあったと思います。おかげで僕も彼女もグリーンゴブリンを運極にすることができました。次はスピードを運極にする番です。少しずつ着実に一歩一歩進めていきたいと思います。運極同士であれば最低でも5個、多くて6個アイテムが落ちることになります。その分カプセルが落ちる確率もぐっと上がっていくわけです。次は何が運極になるのか、ウィンターソルジャーなのか、それとも別のヒーローなのか、どうぞお楽しみに。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるからぜひそちらも全てフォローしてみてね。バイバイ。